はい、おはようございますじゃないか、こんばんはか、まあ、最近定着7時半に今定着させとると思うんで、まあちょっとあれだね、裏地のスーツを着たバカ社長でございます。今日はまあ簡単なことですけど、案外これまあ一人親方もは知ってるんかな、まあこれぐらいのことはわかるわかもしれんけど、年商1億円クラス必見みたいな感じで書いてあるのかな、うん、で初級編だね、これはもう、うん、でまあさ、やっぱサムネで引いてこなかったね視聴数上げなかった、申し訳ないだけど、まあいい話にしていきたいなって、できれば聞いてね、まあ今職人で従業員で働いてる子たちにもいいかなと思って、僕これちょっと今やるんですけど、まあ今日は売上と利益の違いか、売上ってよく言うじゃないですか、まあこんなこと知っとるわっていう人はもう消してもらっていいんですけど、売上っていうのは売上、例えば従業員をまあ分かりやすくすると、まあ僕ともう一人とするか、まあ A 君だとすると、俺は現場毎日出たら、まあね、まあ究極は売上プラス、うん、全部、例えばまあお客さんからまあね一人2万円もらえるとするよね、で2万円もらって、まあ究極自分で現場出るもんね、全部2万円の利益だよね、究極は、うん、で従業員連れて2万円で連れてった、でお客さんが2万もらった、で給料がまあ1万5000円だとすると、まあ、1万5000円で、まあ簡単に言うと5000円の利益、それが利益で、2万円はもらうものは売上だって、売上そうそう、売上志向ってよく言うんですけど、売上っていうのはもう単純にだって上げてこうと、お前なんぼでも上げれるよね、だって1000円で仕入れたもん1000円で売れいいんだもんね、まあ究極言ったら1000円で仕入れたもん900円で売れ誰でも買うでしょ、だって売り上げなんちゅうのはあんまり関係ない、まあ関係ないって言ったらあかんのですけど、結局利益でしょ、で利益って言うと、ね、これお客さんが見てるとこいつバカ野郎金のことばっか言いやがってって、まあ湧くんだわ本当に、ね、だけどまあ悪い意味で取ってほしくないんですけど、やっぱ会社って利益がないと潰れるじゃんね、であとはその究極はね、さっきまあ2人で俺現場行ったら4万円もらえるわけじゃないですか、2万円ずつもらえるから、で俺はゼロだけどこの人1万5000円だったら、まあ経費は1万5000円、究極はね、だけどまあ法人とかになると自分の給料も経費だから、あれですけど、まあそれ分かりづらいでちょっとやめとくけど、まずはね、まあだって3万5000円は利益で1万5000円はまあ経費みたいなもん、あ違う2万5000円か、2万5000円利益で1万5000円経費だけど、それってガソリン代もかかるし、まあその道具代もかかるし、シンナーとかね、ゴミ代もかかるじゃんね、塗装屋なんて、ゴミがでかいでしょ今、だんだん値段上がっとるしね、だからまあゴミもでかいと思うんですけど、であとはそのなんちゅうかな、まあそのまあないか、まあそういうの、まあ一番そのパって最初に今俺が言ったね、塗料代だとか車代のガソリン代だとか車両代も、まあ、本当はその一番元になるものって原価って言うんですよ、原って何原価の原って何だろうな、原の原って言ったらなんだけど、だって原価だよね、現場原価だって100万で工事しますの、ね、例えば70万現場がかかる、原価がかかるって言ったら原価だよね、材料代とかリンク代とかって、で間接経費みたいな、まあこれはちょっと覚えにいいと思う、こんな難しい言葉覚えにいいと思うんですけど、それに付随して今度もう一個外にあるような経費って何か知ってるっていうと、まあ電話代もそうだよね、電話代もそうだし、まあお茶代もそうだよね、究極は、であとはその直接関わらんけど保証雑費もそうだよね、間接原価みたいなもんだよねこれって、であとはそのまあなんだろうな、まあ電話は言ったな、まあ作業着代なんかもそうかな、でちょっと外にあるものだから、これをね結構考えない人たちって多いんだよね、現場の原価がまあさっき言った1万5000円原価だから2万5000円儲かりやみたいな、これ利益だっていう人って結構多いし、コメントでも入ってくる、なんか利益がどうのこうのって書くと、なんか俺はもっと儲かっとるだとか、まあ、それも儲かってないよね別にって、思うんですけど、それ何って言うと、うちは別に例えば
じゃあ利益率が何パーとかあるじゃんね。だけどその利益ってさ、その例えばうち1月末の決算なんですけど、1年で1個成績表が国からちゃんと出るんだわ。それ決算って言うんですけど、税理士さん入れたりするのね。でまあ個人でやってるのは白色申告とか青色申告とかなんかあるもんで、まあ2、3人5人で個人でやってるもんね。その税理士さん、まあまあ3、4人使っとったら税理士さん入れた方が早いし安いと思うけど、自分でやってるよね。で自分でやるぐらいだったら現場出て職人と飯食いに連れたりとかしとる時間作った方がいいと思うんだけど、お客さんと会ったりね。だってまあ3、4人5人ぐらいの時までは税理士さんなんか入れんでいいと思うんですけど、国からまあ成績が出るわけじゃないですか。塗り替え道場さん、株式会社七色さん、こんだけ頑張りましたみたいな、ね、こんだけですよって、まあ、自分たちで申告しとんだけどね、税理士さんが。でそこに利益がなくてもあってもこれっていうのは1月その31日、だから2月1日から1月31日までの1年間を取るんで、利益って利益じゃないし、売上って売上じゃないんですよ。これちょっと複雑なこと言ってるように見えるけど、まあちょっとすごい簡単なことなんですけど、例えば1月31日で締めるじゃんね。まあこれ2月1日ね、まあ何回も言っとかんと、喋ってる間に分からなくなる。あ、しまった、ストップウォッチも忘れてたけど時間が分からなくなっちゃった。あ、ごめんごめんごめん。あ、回しとるか。え6分だけど合ってる、合ってんね、6分、うん、でもうごめんなさい、まあ、2月1日から1月31でそのまあ決算1年間ずっと成績が出るわけじゃないですか。で例えばですけど1月31日が締めなんですけど、じゃあまあ100万円売り上げありましたと、まあ、2万円で言ったら50人か、まあ、こんなことない、だって100万円ってことは絶対ないと思うんですけど1年間で、まあ、分かりやすいようにね、50人1日1人じゃないな、でも1人いけたな、 0.5 とか0.25 ぐらいになってくるのかな。365日だもんね、確か1年間って。だから300日出たとして、まあまあいいや、まあ、300万でしょうか。1日1万円入ってくるから300万としようか。300万で、うん、だけど経費が200万だと100万利益が出ちゃうと。そうすると、まあ、究極は税金って今 40% ぐらいかかってくるんじゃないかな、確か 30% か 40% ですよ。100万残ったらお金が40万円国が持ってくるんですよ。まあそれが30%ぐらい。まあこれはもう俺税理士じゃないで細かいことしてなんでちょっと許してね。またその利益の率とかによってその額もちょっと変わると思うので、まあそれはネットで叩きは税、法人税税率とか調べはもうすぐ出てくるもんであれですけど、何ていうかな、1月31日じゃあ2月分のまあ究極は材料買っとこうと。毎月月初に買っとるけど、ね、今回は月初じゃなくて月末に買っとこうと、1月末にね。でそれで究極500万使いましたと。っていうと利益ゼロになるわけですよ。ね、言ってるの分かるかな。で2月1日に買ったら利益100万になっちゃうんだけど、いつも月初に買うからね。だけど月末に100万のもの買ったら、100万の利益があったら、まあ究極はゼロになるわけじゃないですか。まあ、これ税理士さんとかこういうこと書き始めると思うんですけど、もっと難しいこと俺も知ってんだけど、売掛金とかその買掛金とか在庫なんとかとかで、在庫の本当は1年間でもっとね、会社大きくなってくると決算しっかり組むもんで、1年間でそのじゃあその月末に1月30日にどんだけの在庫が残っとるかって調べて、在庫も繰り越したっていうと、要は100万円分の材料今さっき買いましたって言ったけど、本当はじゃあ100万円分の在庫残ってるよねって、残ってたらこれ利益にしていかなきゃいけないよっていうのが、まあ、あるんで、まあ正確なことじゃないんですけど、でも究極はそういうことなんですよ。でまあ中小企業なんかまあそんでいいわけ、まあ俺らクラスになってくるとちょっとまたうるさいところもあるんですけど、あとはその何ちゅうかな、目に見えんもんっていっぱいあってさ、例えば広告費だよね。広告費なんか究極嫌だってさ、人が入ってきた時に経費かかってほしいじゃん。例えば今日広告じゃあしますとね、広告の打ち方は今度やるでね、ちょっと今気になった、それ言っとこうかなと思ったんでちょっと点と止まっちゃったけど、広告職人集めるいい方法みたいな感じのちょっとやったのかなと思っとるんで、今度それはまた別でやるんだけど、その広告宣伝費って100万、まあ、究極100万の広告、こんな 高いの今時やらんでいいよ。もうで100万使いましたと。でもこの費用ってこの
じゃあ例えば3月に人が入るじゃん、ね、まあ、3ヶ月、まあ、面接したりなんだかんだして、で来てから1ヶ月後に入りますって言ったら3月に来るじゃん。でこの3月の人のためのこの100万だから3月に経費に入れたいわけでしょ本当は。そうすると本当は今年1月前に100万円使っても、うん、本当はここの経費になるわけじゃん、来年の経費じゃん求人費なんてね。だけどまあ経費として見なされるわけですよ求人費はね、多分ね、多分って今うちは見なされてる。これ聞いて税務署がおいあいつのとこやべえぞって言って税務署が来るかもしれんけど、まあそれは認められると思う。新卒採用とかもそうだよね。今あの大学卒業したような子たちが営業とかで働くじゃんうちはね。 あんまり動画出たからもダメ出てこんだけど、うん、だけどまあその子たちは究極は年間いくら使うの、多分1000万近く採用費かかるんじゃない新卒だけで。1000万はいかないかな、まあ、1000万いかないか、ちょっとゲラったねちょっとね、うん、だけどまあ究極は500万でもそうだ、まあ、500万は絶対かかっとるわ。500万かけるんだったらだってもう今年使ってるこの500万って来年じゃないでね、来年じゃない再来年の4月だね。だってもう来年の4月、あれ違うか、そうそうそう、もう今度の4月はもう採用決まってるもんな、うん、だって今からもう活動してるやつはもう再来年のやつだもんね。今度の4月じゃなくて今度の4月のもう打ち合わせが始まってる。もう今度の4月だって6ヶ月後ぐらいでしょ今、何月8月でしょ、うん、だって8月の9、10、11、12、1、2、3、4はもうとっくに決まってるよこれ人が。で次の4月のもう活動してるから、でも今期に入れれるわけですよね別に経費としては。だからみんなもその利益だって会社の売上と利益ってその違うよっていうのは、まあ、究極極論はそうなんだよね。売上っていうのは差はねえんじゃん今日入ってきた金だから、まあ入ってきた金じゃないな究極は請求書の日付なんで、これもまあ同じようなもんなんだけど、1月31日に付で例えばさ、まあ、1月31日お客さんに10万くださいって請求書をあげるじゃん、それから2月1日に請求書をあげるじゃん、これでもう売上がずれるんだよね。1月31日になるか2月1日になるかでもう今期の売り上げになるか来期の売り上げになるかって言って、まあ究極はずれるんですよ。だからその節税対策とかってよく言うと思うんですけど、じゃあこれも経費認められるか認められんかってそうでしょ。だってこれ100均でこれから買ったけど、これも経費で買っておるんですよね。だからこれもまあ20個買ったっていうのはもう俺もまとめ買いじゃんだけど、これ100均で100円だけど、まあ、100円だからって言ってまあちょっとちっちゃいもんでまあその経費とどうのこうの関係ないけど、もう買った時点で経費入れとるわけじゃん。だけど来年までこれ残っとったらさ、まあ本当は大きい会社になると在庫がどんだけ残っとってピコハンマーが10本残っとるから1000円は資産として持ってますと、だから経費から引かないですとかいろいろやらなきゃいけないんですけど、だからその売上と利益っていうその決算、そのね1年で1回評価されるっていう、そのだからこれが会社の売上高利益高っていうのが出てるから、だって利益ってねみんなも追い求めていこうと思うんですけど、やっぱ金かかるでね採用とかって、うん、でまあみんなその何あのなかなかね、2、3人でやってる子って本当、まあ、この間も話したばっかりで、まあ、同じような話したくないけど、あの本当に自分のお金だと思っちゃうでしょ。だけどそれって本当はもう経費予備軍の金なんだよね。まあ例えば最初に今300万って言ったもんで300万入ってきました、従業員に給料配っても100万残りましたと、自分が現場で取ればそれぐらい残るわね多分。でこれはもう利益だと思うんだねみんな。だからその間接経費っていうのを見ていかなあかんし、そのタイムリーに出てく金もあれば、うん、後で払う金もあるじゃん。究極いやだって会社なんか請求書が来るでしょ。だってもう塗料でも買ったら末締めの翌末だもんで、今日買った塗料がね、まあ今日はちょうどもう本当はこっちは7月まだ31かな今日だから今日で締められるんだけど、8月1日に買った塗料なんていうのは8月の末に締めて9月の末に払えばいいわけよ。あ違ったかな、まあ、支払い日はちょっと何日か忘れちゃったけど、まあ、1ヶ月後だったら、だって9月の末に、だから8月1日に買ったものが9月の末でいいわけ。ってことは60日間があるわけじゃないですか。ってことは経費って、まあ、経費はまあ請求月だで、請求書が8月31日に来たら、まあ、8月31日付に経費になるけど、だからそこが難しい。だって、
まあ難しいこと喋っとるで、何喋っとんだこいつって思うけど、そのまあそんな難しい考えんでいいよ。だってまあ簡単なことだから。だから今一人親方でやっとる従業員でやっとるコンたちが、これから会社やろうで、売り上げってなんだろうって、利益って、会社の利益ってなんだろうって、法人ってなんだろうってやっぱ思うと思うんですけど、まあこんなん本当に簡単なことだから、その難しく考えんで、でそんなこともこんなことわからんでみ、俺も収入申告とか話も聞くけど、もう税務署もちゃんと国じゃん。ただあいつは金取ろうと思ってるだけじゃないからさ、やっぱその国の運営してくれてるからさ、道路も作ってくれてるわけじゃん。だからその聞きに行ったら全部教えてくれてね、どうしたらいいんですかって言って、これ僕もきちっと申告していきたいんで、きちっとね報告していきたいんで、やり方教えてくださいって言ったら、ちゃんと教えてくれてね。でうちのね一人親方とかもちゃんと申告してるもん。でちゃんとしたら申告しては税金返ってくる場合もあるし、だって経費かかってんだからね。だって結局や職人同士で飲みに行ってんのも経費だよ。だって仲間同士で飲みに行くんでしょ、打ち合わせじゃん、そんな、まあそのね、その喋ってることがたわいもない話かもしれんけど、コミュニケーション取るっていうためでしょ。だって俺が会社でたわいもないことも言ってる時って給料ついてるわけじゃん、ね、しょうもないことばっか、まあ、俺の場合はしょうもないことしか言ってないかもしれんけどね。だからまあそんな感じかな、まあ、ちょっと分かったかな、ちょっとなんかうまくまとめれんかったね、ちょっとこれは難しいね、ちょっと難しすぎたかな、まあ簡単に伝えたいなと思うんですけど、まあ次は次回はね、なんか利益、売上と利益の次は現金と資産、資産と現金ってちゃうんだ、これまた難しい話だよ、次これちょっと話そうと思うんですけど、まあ売上と利益の違いについてお送りいたしました。